寄せしてください。この間こちらでは参加活動しました皆さんのご協力ありがとうございます。今日配布しましたレジュメのですね、3ページ目に、今年1月から7月までの収支報告を開催します。皆様の感想はこんなドラッと起きたあれなんですが、多くの方が各場で亡くなられています。ありがとうございます。毎回毎回進化を止めてるコーラーよろしくお願いします。
昨年8月生の公聴会が、まあ、経産省から言えば大荒れになったんでしょうけども、市民からのものすごい反発を受けて海洋排水に向けた手続きは一時中断してました。で、昨年末に小委員会が開かれて7ヶ月間小委員会開催されてなかったんですが、経産省から告知が出まして第13回小委員会、次回の小委員会はあさって午前中10時からこの向こう側にあります新橋東急ビルの入っております会議室で開催されます。私も傍聴申し込みしております。で、今回のテーマは、水の長期保管、長期貯留についてということで、経産省の事務局がどういう検討をしたのか、おそらくちょっと、資料を見るのが非常に、まあ、怖くもあり楽しみでもあります。で、まあ、12時半までということになっています。ただちょっとあさって金曜日ですので、ちょっと時間が中途半端になりますから、私はちょっと金曜行動の方はおそらく不参加になるかと思われます。で、水の放出が行われるかどうかまだ予断を許しません。ただ本当昨年の公聴会、わずか百数十人の意見表明、意見陳述で経産省東電の動きを止めたということで、これは市民の方が非常に大きな勝利ですので、これを さらにこう先に続けていくためにもですね、より監視が必要だと思います。経産省の会議は規制委員会としかって動画がありませんから、もう傍聴するしかありませんので、皆さんぜひ傍聴しましょう。で、ちなみにあさっての会議の傍聴はもうすでに締め切られております。で、大きく2点目、この前の日曜日、私脱原発ネットワーク茨城 の主催でですね、東海再処理施設と福島第一原発に関して学習会がありまして、僭越ですが講師ということでやらせていただきました。まあ、およそ40ページも及ぶ資料を印刷配布してくださった事務局、また40人の方にお聞きいただきましたので、ご来場主催の皆様に感謝しかありません。まあ、2時間半スタンディングで講演したのは初めてだったんですけども、で、その中で1点だけ抽出しますと、そもそも福島第一原発の廃炉汚染水対策というのは営利じゃないんですよ。どんなに人を突っ込もうが、どんなにお金突っ込もうが、なんかこうリターンがあるわけじゃないので、とにかく放射性廃棄物を管理する、少しでも外に出さないように努力を重ねていく、見返りはそれだけなんです。ただそれは絶対にやめられないんです。で、東京電力ホールディングスがちょっと存続していることについてはいろいろありますけども、あそこは営利企業です。営利企業と廃炉汚染水対策を両立させるというのはもうこれ仕組みとして無茶なんですよ。だからもうこれ国民もですね、もうきちんとも諦めて東電にお金突っ込むんじゃなくて、福島第一原発廃炉公社というものをきちんと作ってですね、国のお金をつぎ込む、そこで働く人たちは公務員またはみなし公務員として所得保障から健康管理からきちんと国が責任を見ると、そして多重請負口座認めないと、で、そういうことをやってるから東京電力が認めているだけで20人の死者、また福島第一原発過労死傷みたいなことがずっと続くわけです。で、今福島第一原発に入っている人の9割は協力企業の作業員ですからね。東電社員なんてって言ったら失礼ですけど、東電の社員は1割程度しかいないんですよ。こういう状態であと何十年も続けられるんですかって、それは無理です。経験値だって蓄積していかないんですから。てかこれ政治的にはすごい大転換必要なんですけど、チェルノブイリ原発と同じように国が責任を持つと、国がお金を出す、国が人を雇うということをですね、きちんと進めないと、まあ、いずれ破綻する、破綻した時どうなるかが全くわからないので、できるだけ早く切り替えていかないと、これ日本の国の将来にも関わることになりますから、とにかく福島第一原発廃炉公社を早く設立をと強く訴えます。ありがとうございました。はい、原橋さん、ありがとうございました。次に脱被爆実現ネット富塚さん、お願いします。はい、廃炉についてですね、東電はやっと福島第二原発、これを廃炉にするという発表しましたね。もう福島県はかなり昔からそういう主張してきて、東電は何かの伸ばしてきたんですが、やっぱりこれはまあお金の問題が大きいと思うんですね。廃炉費用は4100億円プラスアルファという今日の東京新聞に出てます。そして、さらにですね、今日の
後ろにありますけど、柏崎刈羽再稼働に向けて予算を出した、これが1兆1000何百億円というお金です。従来はなんかその半分ぐらいの6800億円という見積もってた。これはなぜこんなに膨れたかというと、特需ですね。さっき柳田さんからもお話ありましたが、特需というのは従来の重要施設にさらに特別に、重要施設では足りない、このメルトダウンを防ぐための水を、ね、供給するための特別の施設、これが特需。特需のみならず、この重要施設も柏崎下ではできてないで、いっぺんにやるということで1兆2000億、それからこの第二原発福島第二の4100億プラスアルファ、さらにこれには第一原発のいくらかかるか出てない、こんなお金あるわけないと思うんですね。現売法で、国がお金を出して、避難者に対する保障とか裁判ので、払えと言われたお金とかを払わなくちゃいけない。したがってこれがどういうことになっているかというと、この今日の東京新聞に出てますけど、福島第一爆発防止用窒素が30分注入止まる。これは30分ぐらいではどういうことはありませんみたいなことを言ってるわけですが、さらに排気筒の解体が再開する。この排気筒を任されている会社、現地の会社ですけど、東電とは何の関係もない会社ですね。いわば、半分素人みたいな会社です。この前は、クレーンの高さが何メートルか足りなかったということで何ヶ月か延期になったわけですが、こういう大事なですね、ことに東電は力を入れないで他の会社にやらしてて、それでこの一体排気筒を2メートルぐらいごとに刻む、この刻む間にどれだけの放射能が排出されるのかなんていうことは全くこれ出てないわけです、どこにもね。いまだにもちろん東京含めて、放射能が飛んでるわけですね。春には、花粉が飛べば花粉 に乗って放射能が飛んでくる。そして東京の水道水のレベルも決してゼロでないということがこの前新聞に出ました。こういう中で、とてもとてもオリンピックなんかやってられる時じゃない、そういう中で、オリンピックを強行しようとしている。このオリンピックに対しても外国から来る人に被爆の危険性がありますということをね、いろんな団体が今言ってます。ドイツの反核医者会議とかも言っていますし、それからだんだん言う人が増えてる、小出秀明さんも言ってますね。オリンピックに反対しますと、オリンピックに反対するのは非国民だというような風潮が流れる中で、非国民と言われてもオリンピックに反対します、小出秀明さんが言ってますが、9月22日のタンポポ社30周年記念に、小出さんの記念講演があります。ぜひ参加してください。